ベラルーシ人民共和国は1918年に独立を宣言したベラルーシの国家。ベラルーシ国民共和国ともベラルーシ民主共和国とも言う。ベラルーシ人民共和国は第一次世界大戦中の1918年3月25日、ベラルーシがドイツ軍に占領されている時にブレストリトフスク条約によって独立が宣言された。ブレストリトフスク条約の 第三条でその領土が規定されている。ベラルーシ人が人口の大半を占めている地域をその領土としたが、リトアニア人やポーランド人、ユダヤ人なども多く居住していた。一部のユダヤ人はロシア語を母語とし、それ以外のユダヤ人はイディッシュ語を話した。国旗は白、赤、白の三色旗である。これはリトアニア大公国の国章をもとにしている。 ベラルーシ人民共和国には憲法や軍隊などはなく国家と言えるようなものではなかった。赤軍がミンスクに侵攻した1919 19年1月5日、ベラルーシ人民共和国政府は亡命し、その後も亡命政府は存在し続けた。同様に亡命政府は隣国のリトアニア、ポーランドなどでも存在した。以下の国が ベラルーシ人民共和国を国家承認していた。ありがとうございます。